負けたら勝ち自滅大会。さあ、ということで総当たり2戦目、ライバロリさんよろしくお願いします。わということで、相手の手持ち、もうマジで悔しい。さっきの俺カジ鉄戦の負けを引き、負けじゃ勝ちを引きずっている。マジで悔しかった本当に。で、相手のパーチーが、まあ僕とダブルところがあります。これゴチムは多分影踏みで足止めして、癒しの波動連打とかアナトリックでどうこうみたいなことだと思うんですけど、なんでやっぱりここは滅びの歌が効いてくるのかなっていうところなんだけど、バリアードがそしたら今度防音で引っかかってくるだろう。これはなかなか厳しいところがあるパーチなんじゃないかななんて、そういうふうに思われるんですけれども、これ闇カラスは相手に悪タイプがいないので、闇カラスはこれ通ってるということで、闇カラスはこれ確定で、一匹、残り一匹ですよ。ガラガラが隠し玉に取っとこうかなというところですかね。これで、ただ闇カラスを取っ、まあ行こっか。行きます。よろしくお願いします。ああ、もう、負けたい。対戦よろしくお願いします。ボコボコにしてください。もう僕は負けます。ライバロリさん、勝ち続けてきた人生。ね、負け方なら僕の方が知ってると思います。絶対ここは負けさせてもらいます。優等生は。ちゃんと勝って、しっかりね、今日も強さを誇示していってください。ゲンガーから来ると。ゲンガーだとこれ考えられるの。でも、影踏みも一応あるんだよな。可能性としてはな。影踏みで、動き止めてみたいことがあるんだけど、でも、これはなんだろうな。呪いレッドカード。俺と同じ呪いレッドカードのか。あるいは滅びの歌を使ってくるのか。こいつは結構幅が広いんだよね。ちょっと厄介かな。挑発もあるもんね。これ、挑発でいいんじゃないか。で、後ろ、何もいないぞ。別に後ろに警戒するポケモンが。え、あのさ、モンメンってさ、悪タイプ、いじ、なんていうの、いたずら心同士が勝ち合った時どうなるの？挑発でいいのか？いいよな、挑発で。引っ込めてきた。なんだ、プリキュア誰だ？誰プリキュア？こいつプリキュアなの？影踏みで動きを止めようという算段でしょうか。一応挑発。まず入れる。で、毒で、これ多分、トリックではないのか。これでも癒しの波動だろ？滅びの歌。挑発入れてるんで、相手動けないでしょ。これ滅びの歌で、吹き飛ばしも入っていくんじゃないか、これだと普通に。これ普通にいけそうじゃないか、悪あがきをしてくる。挑発もないもんな。でも動けないだろ。吹き飛ばしでいいよな。問題ねえな。出すことのできる技がない。まあ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 、しょうがない。この辺はしょうがないとして。この辺じゃあ、あなたは体力、お、ラッキー、急所ラッキー。あなた体力勝負で頑張ってください。僕は吹き飛ばします。はい、どっか行って。はいはい。で、続いて誰が出てくんの？ゲンガー戻ってきた。ゲンガーがこれまだ何をしてくんのか分かんないぞ。挑発打ってくる可能性もあるから。まあまあ、挑発でいいでしょう。うん。いいよな。引っ込めてきた。なんだ？お！なに、またプリキュア。なんて。なに、毒ダメージ稼いでいこうみたいこと？挑発。え、で、俺残り1だろ。これ、ダメージは倒せないにしよう。ダメージは稼いでいこうと思うよの感じなんかな、これね。わかんねえな、マジで。マジでわかんない。吹き飛ばし。俺大丈夫か、この闇カラスという最強のカードを先手で切ってしまって。悪あがき飛んでくる。で、まあ、一応吹き飛ばしてしまう。これや、やだ、これやだろうね、これね。これやだろうな、セミ、お！こいつは腹太鼓呪いだろ？こいつ腹太鼓呪いだと思うんだよ。同速対決か。俺同速対決ならこれチャンスあるぞ。おい。で、俺メンタルハーブ同じかな、持ち物も。相手もメンタルハーブだったりするかな。まず腹太鼓。腹太鼓、ガラガラの、オッケーオッケー、俺が先。これ同速だよな、多分な。お速さ同じだろ？オッケーオッケーオッケー。何する？腹太鼓同じだよな、同じだな。これは多分、同時に落ちるんじゃないか。ってなったら俺最後一匹残ってるだけ有利じゃないの。これ。アブソルで、でもアブソル滅びの歌なんだな。滅びの歌最後の一匹厳しいところあるんじゃないか？呪い。多分相手も呪いだろ？こんなん。メンタルハーブが役に立たなかったな。それはちょっと残念。で、相手これ呪い決まる？決まらないんじゃない？おおおおお、じゃあある！え？でも呪いって成功すんの？あ、呪われた。あ、なるほどなるほど。よしよし、これまだワンチャンあるだろ。これで、もう先に滅びの歌しよっか。
どうせ相手も虫の息なんで、もうセミ、もうその名の通り虫の息なんで、ここ僕も滅びの歌で、これ僕負けましたね。これさすがライバロリさん。お、強い。これ俺いけたでしょ、ワンチャン。いけない、あ、厳しいか。うわ、なんだ。おい、やめてくれよ。ゲンガーはこれもともと滅びの歌だった感じか、ひょっとすると。ひょっとするとひょっとするんじゃないか、これ。ゲンガーはもともとこれ滅びの歌を予定していたポケモンじゃないの、これ。ねえ。不可能性あるな。滅びの歌で倒れようの予定だったのが、ちょっと僕がしてきそうな感じだったのも合わせてきたみたいなことか。でもまあお前と相打ち、俺これ大丈夫だ、メロメロとか言ってる、挑発、あ、俺に挑発入る、メロメロどうよ、おい、メロメロどうよ、うまくないか、メロメロ、メロメロいいんじゃない、これ決まっていく、いいんじゃない、これ、おい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 、動くな動くな、おい、俺のこと好きだろ、なあ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 、よしよしよしよっしゃ、おいおい余計なことするな、俺と一緒に落ちような俺と一緒に落ちるんだ、俺と一緒に沈んでいこうぜな、余計なことはしなくていいよ、そんな余計なことはしなくていい、トリック、ああしなくていい、しなくていい、よし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 やったー、やったやったー、なあ俺のこと好きだろ、水筒と水筒と、なあ、よしさあ、もらったー、いや強い、ライバロリー、さすがライバロリーだ、俺には勝てねえや、さすがライバロリー強い、ありがとうございました、よっしゃ、いいぞ、幸先いいね、いいぞいいぞ、さあ VS ライバロリー2戦目どうでしょうかこれはなかなかいいスタート切れてる。これ、ただ俺どうしよっか。滅びの歌を使ってきそうなポケモンってのは、ゲンガーは多分滅びの歌で、ガラガラは多分俺と同じ方なんじゃないかな。で、エルフーンはいたずら心でなんだ、なんかしてくるんだろう、きっと。俺多分同じ構成で言ってもなんとかなりそうな感じはあるけども。いいな、ガラガラいいんだよな。テラー。それ闇カラス、テラーでいけるか、行ってみよっか、どうだ、行ってみよっか、行ってみます、これで行ってみましょう、行きます、結局ルージュラ選出してない、まあいいだろう、対戦よろしくお願いいたします、負けますよ、よろしくお願いします、ボコボコにしてくれ俺は、ほら殴ってくれ俺を、頼むわ、おい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 プリキュア先発来たが、プリキュアが、こいつは多分、影踏みで、癒しの波動とかだろ。影踏み、癒しの波動とかなんで、まあここは、問題ないでしょ。僕は体力勝負、体力勝負のポケモンではないので、挑発とかを打ってくるんでしょうか。まあ癒しの波動打たれても、問題ないというところを見せていきたい。滅びの歌、メロメロが嫌だな、ちょっと。まずね、挑発は問題ない。これ、でかいな、アクソル。まあ、滅びの歌使えるやつは、先発とかでマジックコード使ってくるか。滅びの歌、どう？よかった、滅びの歌で。先発、滅びの歌。いいんじゃない？悪くない？立ち回るじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？まあ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 、様子見で、滅びの歌。でよ、マジックコードでも跳ね返せない技があります。これが、吹き飛ばしなんですけど、ここバトンタッチで、引き継ぎましょう。マジックコート。ああ、構いません。こういった挑発を警戒しているんだと思うんですけど、ここは、うまいことつけそう。いいんじゃない？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 いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。引き継いで、吹き飛ばしは、防げないから、まあ、一旦見てもいいか。吹き飛ばし。ほんとだ、マジックコート。でも、マジックコートでは、お前なんだ、投げやりになってないか、おい、ライバル、おい、ちゃんと戦えよ、跳ね返された、嘘マジで、え、吹き飛ばしって跳ね返ってくんの、嘘嘘嘘嘘、待って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 、マジで俺の無知、うわー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 、やられたやられた、これ完全にやられた、うわやってもたー、これは呪い、
呪いでいい。呪いでいい、呪いでいい。やってもたーなー、これやってもたーなーで、挑発と。まあ、お前どうせ落ちるから問題なし。こっからだ、話は。いやー、これ厳しいなー。これ、俺、いや、俺の、おごってたよ、慢心があったよ。うーわ、悔しい、もう時を戻ってくれ。もう、俺はこういうところがあるぞ、お前ら、マジで。俺はね、こういうところがあるんだ、本当に。俺はこういうところがあるんだ。本当にこういうところがあるんだ、俺は。残念だけど、ここで落ちる、相手もここで落ちるから。いやー、でも俺あと2ターンあるんだよなー。厳しいなー。多分メンタルハーブだから、多分メンタルハーブと思うんだよ。吹き飛ばし。なお、呪いが先か。うまいこと決まらんなー。おーい。もう相手一匹か。いやー、これやべえなー。やべえなー。なんだおめえ、これやべえぞ。あー、吹き飛ばし、吹き飛ばしじゃねえ。なんで吹き飛ばし、俺ちょっと待って、俺何の吹き飛ばし、今わかんねえ、ミスった。もうダメだ、ちょっとごめん、ダメだ、ちょっとダメだ、ごめん。あー、もうこれダメだ。うーわ、やった、これやった、これはやりました、皆さん、皆さんやりました、僕は。僕は完全にやりました、これはやりました、もうこれは僕はもうやりました。ごめんなさい。あー、おごったー。マジで悔しい、もう本当に悔しい。これあったしょ、俺ワンチャン。マジで悔しい。大変ありがとうございました。ちょ、もう一戦お願いします。やらかしたー。